どうも皆さんこんばんは、しょこと申します。今回はナースを使って遊んでいきたいと思います。はい。そして使用するパークなんですけども、昔よく使ってた、ささやきも反応してんだけど、早くない？これ誰かめっちゃ近くに湧いたな。ささやき、ナースコール、鹿猟師、闇より出し者といった策敵しかつけてない感じなんですけども、どこだ？これ初っ端から発動してたから、あそこのオブジェクト付近か、ここら辺かな。あ、今草が揺れたような気がするけど、自分か？あ、いた。このネアがめちゃくちゃ近くに湧いたらしい。かわいそうに。はい、まず1人目で、まあ、このパークのいいところなんだけど、サバイバーがわらわら集まって救助合戦始まるときがめちゃくちゃ強くて、まあ、そういう状況にね持ち込めればいいんだけど、回してんな。スコパじゃないんだ。オッケー、回りかけだから粘った感じかな。デッドハードなし。よし。で、救助早いから多分ね、これ発電機まだ回してないと思う。ここを2人で回してたか。回復してる。肉壁来い。ナイスナイス、肉壁ありがとう。これクロちゃんを追います。どこだ？あ、わかんない。こっち？ま、近いな。いたいたいた。こんにちは。何やってんの？え？なんだ今の。ラッキー、いただき。あ、これね、目を追っかけよう。こういう状況になると結構強いんだけど、救助早いな。ほい、なかなか救助意識高いチームだね。もう起こしに来てる。じいさん、それはまずいぞ。これじゃあクロちゃんを吊るすか。まあこのままこの状態でラスト1人探してもいいんだけど、いたー。イエーイ。スプバかな。よし、さすがに無理だよな。オッケー、あとこのネアと1対1のチェイスをぶちかまして終わり。これスマチャク、ナイス。っていうか誰か起き上がってない？なんか復活してんだけど。ちょっと待って、みんな復活しちゃったよ。不滅持ってたか。やるな。ほい、まだまだ楽しませてくれそうだな。これストライク食らいましょう。もったいねえな。あ、ストライクミス、ラッキー。でもまだね、全然なんていうのこれ、優勢、今んとこまだまだ優勢だから大丈夫。まさかの不滅、不滅からこんなに盛り返されるなんて。あ、いた。あそこで回復してたんだ。え、多分ジジイだよな、起き上がったの。このジジイから全てが始まった。よし、左飛ぶと見せかけの右ね。はい。まあでもこれ発電機も進んでないし全然大丈夫、焦る必要はない。ほい、もう一回同じ状況作り出したいな。回復してるわ。あ、くそ、間に合わねえか。やるな。でもきっとやり遂げるのの速さじゃない。よし、この人のダッシュ系のパークがよくわかんない。スマチャクなのかな。回復してんな、その場で。いや、これ下ろしてよかったかな。これも荷釣り。みんな結構前に出てくれるからありがたい。
中入るか。入んなくていいや。あ、惜しい。くそ、もったいねえな今の。これジジイ終わりだよな。倒しちゃおう、パパパッと。いた。よし、これでささやきでさらに索敵しやすくなると思ったんだけど切断助かる。待て、やめろ。この真ん中ぶち抜かれんのは正直いけすかないね。ほい。じいさんめっちゃいい働きしたのに、最後もがいて釣られるまで時間稼げばもっと味方のためになったと思うけど。OK、 で多分こっち。よし、クロちゃん行くか。諦めた。なんだなんだこの試合。みんなやる気あるんだかないんだか、どっちなんだ。行け。よいしょ。いや、ブラッドロッチいいね。視界良好だから追いかけっこしやすくてたまらん。楽しすぎる。レリーとはね、レリーと真逆だねこのマップ。ねえ、ここ回してる。いた。いや、もうこれ吊るしちゃうわ。吊るしてもう殺しちゃっていい。あと1個回さなきゃいけないから。ほい、救助。ボロ体か。このクロちゃんはスプバだな。で結局ネアの持ってるダッシュ系のパークがよく分かんなかったな。はい、まあ、ボロ体が切れるぐらいに殴れたらいいか。今もうないかな。よし、ん、ボロ体なかったか。はい、というわけで今回はねちょっと波乱万丈な試合になったんですけども、生存者の不滅により一度は立て直すも、まあこのね索敵パークの前ではやはりどうにもならないと。まあそもそもナース自身が強いからね。はい、ってことで一応今回その初心に帰るっていうコンセプトでこの構成できたんだけど、まあうまいこと言ってよかったかな。で、YouTube のね、チャンネル登録者数も、もうそろそろ10万人に行くということで、まあそれも、楽しみにしつつ、で、10万人行ったらね、全滅企画またやるつもりなので、はい。まあ皆さんお楽しみに、よろしくお願いします。あ、おじいさん、あれか、固有パークだけにして、実績解除しようとしてたんだ。実績解除しようとしたら、思わぬ、結果を招いたと。不滅を使って。惜しかったね。はい。ってわけで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それではさよなら。バイバーイ。